リア王者インテル、アーセナル冨安健洋にラブコール。イタリアメディアによると、コパアメリカに参戦していたインテル DF ブキャナンは練習中に重傷を負い、最低でも4、5ヶ月の長期離脱となる見通しだ。これによりインテルはサイドの強化に動くことになり、冨安健洋を獲得候補に選出している。ボローニャ時代にイタリアで高く評価されており、類稀な有機力性を誇ることが要因のようだ。アーセナルで干されない限りない。トミーはアルテタが好きそうだから移籍しないだろうね。レンタルだったらワンチャンあるかな？完全移籍はないと思う。インテルかどうかはともかく、CD でレギュラーとして使ってくれるクラブなら移籍するのも悪くないと思ってる。セリエならミンジェ様がいるじゃないか。バイエルンから放出されそうだし、こいつ取ったらどう？レギュラー CD で考えてくれるなら移籍してほしい。それ以外ならアーセナルでいい。残念だが、イタリアが買えるような値段じゃないからな。イタリア専用で良いならバイエルンに一人余ってるよ。今のアーセナルのメンバー見たら、補強次第ではプレミア優勝と悲願の CL の優勝が狙える位置に行けそうな気がするんだよな。そのチャンスの時に冨安は移籍しないと思うし、アルテタも冨安を手放さないと思う。冨安すごいな。バイエルンとかインテルとか、各国リーグのビッグクラブが普通にオファー出してくるもんな。年俸も高いし移籍金も高い。インテルは手が出せません。